川野田チャンネル。あだばだばだあきらばやーい、ということでありがとうございます。はい、というわけで、ね、前回からやっております、これだ、飲んじゃう坂箱いっぱいセット、いつもやってますけど980円。あの、ごめんなさいね、これなんでかっていうと、あの動画の間が空いてるから、同じような服着てるからいつもね、あんまり差がないんですけど、980円のやつの10箱の2箱目ですよね。2箱目でございます。ついに、もうね、荷物がいっぱいなんです。で、これね、徐々に開けていかないと、もうね、整理ができない。ね、まあ、開けないでそのまま置いておけば、なんか、それでもいいんじゃないかと思ったんですけど、終わらないからね、やっぱ気になるし。はい、ということで。おー。二箱目も来ましたよ。ね。はい。ジャニーズさんのうちはまた来ました。おー、何ですかこれは。ポケモンセンターのやつ。あ、カードバインダーかな。ねえ。カードがなんか入れるやつなんだけど、開いてないですね。ポケモンセンターの。カードバインダーでしょうか。そして、毎回ではありますけれども、こういうバッグ、ね、東京、なんとかって書いてあるな、ね、バッグですね、はい。もう一つありますね、はい。二つ入ってました、ね。かわいいですね。お、今回バッグ多いですね。これは何でしょう、これはかわいいやつ。これは、なんか、おまけかなんかのバッグかな、ね、少女漫画的な感じがしますけど。そしてまたバック。ね。まあ、何？出た！出た！ミスドクラブ！出たー！これもプレゼントのやつかな？ね。クラブ。ね。はい。そしてこれもそうですね。なんかくっついてるけども。これ何でしょうか？これは。ラブバーツ、なんかあれかな？チャオ。チャオベイビー。ね。これもあれかな、少女漫画のやつかな、ちょっとわかんないですけどね。テントウムシと書いてあるから、なんかね、どうなんでしょうか。ね。なんか使用感がちょっとありますね。はい。バックと、ね。バックいっぱいですね。あ、まあこれもそうじゃない、ほら。これ何これ、お、バサラクラブ。バサラクラブときました。戦国バサラですね。戦国バサラ、公式ファンクラブ。なかなか、ね。ビニールバッグで結構頑丈な感じですね。バッグがいっぱいですね。そしてこれ、これは仮面ライダーですね。仮面ライダーのやつですね。電王のミニハンカチ。ハンカチ来ました。布物多いですね。あ、これもそうだね。バッグ。あ、もうどこに行くんだこんなにいっぱい。マークザメリーファンタジーっていうのかな。ねえ、ちょっとな。これは同人かな、トゥエイン、なんとか、なんとかだな、ちょっとごめんなさい、わかんない。英語だから読めないです。さあ行きましょうか。これ何でしょうか、これ何、これ何ですか、これは。これ何、何のですか、誰、何でしょう、これ。キャラクターのやつ、わからない。何ですか、書いてない。書いてない、書いてあるけど英語なんですよね。何でしょうか、これは。あ、スパイラルって書いてあったわ。あ、スパイラルですね。はい。ね。スパイラルの缶。おー、なんか入ってる！ね。この、もうこれでも食らえとばかりギュッと詰めておりますけど。はい。仮面ライダーのタオル。ね。多いね。あ、これは何？これもハンカチですか？あ、なんか懐かしいね。アンジェリークのハンカチ。ね。あ、遥かなる時の中でもあるのかね。この、なんていうんですか、この、ね、光栄さんのね、感じ。ね。こういうね、ハンカチでございますが、スパイラルの缶に入ってますよね。はい。よし。なんかお菓子考えてたのかな、これね。はい。さあ行きましょうか。のんのん日和ラバーストラップ仲良しセット。のんのん日和。これ何でしょうか、これ。財布かな、なんか、ラストピリオド、マルチスマホケース。
ね、3000円しますね。結構しますね。高いな。まあでも、ああ、でも、携帯のカバーかな、カバー。手帳型のカバーですかね。あ、じゃあ3000円じゃ3500円でしたね。おお、結構しますね。この箱980円ですから、もうこれが、ね、これ買ったらいっぱい全部ついてきたみたいな感じで。ね、ノリで行きましょうか。ガールズ&パンツァー最終章。ガルパンもね、だいぶね、ガルパンって呼んでますけど、一回見たことないんですけどね。みんなガルパンって呼んでるから、ちょっと呼びたくなっちゃうね。もう最終章、なんとかこれは。なんか、ハンカチっぽいな。あ、違う。ハンカチじゃなかった。ふかふかだったけど、ハンカチじゃなかった。缶バッジが5種類。それキャラクターかな、これね。なんか入ってないのかな。うん、何も入ってないみたいですね。缶バッジ5個ってことですね。はい。最終章、これ何でしょうかね。非売品かな、何でしょうね、これね。この大きさがさ、ほら、なんかコミックスでもあり、DVD の付録でもなんかありそう。ゲームでもありそう。あ、大きさがね。これ何、刀剣乱舞。桜型入浴剤。入浴剤だそうですね。花びらね。ビラ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 みたいなね、感じなんでしょうね。こういうのね、お芝居とかだったらね、口にペラッとついてね、なんかね、みたいなね、感じがありますけども、これ入浴剤ですか、どんなことなのかな。でも、ね、お風呂でこう、花火をブワーってやってね、いい匂いみたいなのもいいかもしれないな。イカズキさんのやつ。はい。ね、それをイメージしてるのかな。ね。あ、これジャスミンって書いてあるのかな。ね。もう、どれが名前で、ジャスミンさんのキャラクター、もう、違うね。違うのはわかりますけどね。はい。これ何でしょうか、これ遊戯王。遊戯王のカードセリフ、これ初期のやつだな。使ってあるやつかな。この袋入ってるカードセリフですね。これキラキラ。お金かかってんな。カードより、このカードを入れるカバーの方がお金かかってんじゃねっていうね。話がありますけれども。はい。あ、これ。本買うと。ね。コミック買うと思える。コミックフェアみたいな。2014年。コルクセット。お！こういうね、東京グルト、フランキーの、ね、ワンピースとプラスアルファみたいな感じかな。東京グルト。お、いいですね。東京グルも人気がありますよね。すみません、俺は見たことないんですけども、こんな感じですね。はい。行きましょうか、次。ここでしょう。あ、平成ジャンプ、これ何の CD かな？ねえ。何でしょうか、これは。アニバーサリー。10周年アニバーサリー。なんか、これもファンクラブさんのやつかな。なんかね、なんかいろいろあるんですよね。ちょっとね、わかんない。あ、これ見たことあるわ。ほら、ファンクラブ会員の皆様へって書いてある。ね。ジャニーズファミリークラブ。お財布かな？サスケープスかな？あ。お！こんなの入ってたの？ほら、パスケースの小銭入れかな。あれ、こんなんなってたかな？俺初めて見るんだけど。下手すると今まで着てたやつ、この写真だけ抜かれてたかもしれない。初めて見た。ね。うん。ね、お財布がついてて、パスケース。ね。首からぶら下げて、いけるんじゃない？なんかね、アクセサリーみたいなのついてるし。ね。ファンクラブに入ってるともらえるってやつですかね、これね。はい。さ、細かいのが多いな。これ何でしょうか、これは。美男高校生地球防衛部、ハッピーキース、アクリルスタンド、修善寺京太郎さんかな？ね。はい。シールでちょっと見えづらいですけど。はい。これですね。アクリルスタンド。これね、一口でアクリルスタンドですもんね。アクリルスタンド結構高いからね。はい。これ何だ？ミッキーだな。ミッキータオルチーフ。ね、あ、これあれだ、保険に入っててもらえないかな。ご挨拶来たのに、これ、よかったら使ってくださいみたいなね。はい、ああ、もう落ちてください。はい。あ、これ懐かしいね、これもね。マグネット。AKB さんのマグネット。倉持敦香さんのね。ミュージカルとかやってるかな。ね、今どうなんでしょうね。バイトをしてるっていう人もね、いっぱいいるっていうね。何のやつでしょうね。何のバンダナかな、でかい、ね。開けちゃいましょうか。ちょっと今までね、ちょっとね、時間を気にしてね、こういうの開けなかったから、ちゃんと。ポン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 いっちゃったからね。お、あー、これはなんか、もう、男子が出て、おー、来たー。B プロですね。これは、
この大きさ、ね、飾ってもいいですけど、これ、ね、お弁当を包んだりとか、風呂敷感覚で使う。まあ、そういう人はいねえか、なかなかね。でかさがね、結構、なんていうのかな、飾るというか、絵柄を見せたいみたいなところがちょっとあるのかな。でか、中途半端でかくなっちゃったかな。女の子が使うには、こんなでかい弁当箱、行くみたいなね。ピクニック行くんですよ。ピクニック、ね、ピクニックですよ、ね。そんなジュースありましたもんね。あ、これ、あ、これ知ってるぞ。これ、コーダ組ですね。コーダ組さんのなんか、羽の、まあ、カボンとかついちゃう。ね、これなんだろうな。これ写真入れかなんですかね。ね、ファンクラブ。どこだろうね。さあ行きましょう。はい、これなんかちょっと飛び出てたけど、今。ね。これは何でしょうか。スパイラルですね。さっきのスパイラル。ね、これ、売った人のやつが結構被ってたりする。あ、かっこいいですね。ね、こういう感じで、ね。ピカピカですね。なんか壊れてるけど、取れちゃってるけど。ね、これほんと、針金こうやってついてたんじゃないかな。スパイラルの、この、ドクタグみたいな、ね。はい。あ、これミニッチャー。あ、さっきの、ね。また、よかったら、ね、こういう、こう、ありますので、みたいなね。保険屋さんでね、もらえる。さあ、来た！おー、ガラスプレート。来た、ワンピースのやつですよ。ワンピースもまた増えてきたかな。うん。ね、ガラスプレート。ね、エースの話がまだちょっとね、最近またちょっと出てますよね。ね。おお、2年前の、これ修行する前かな、強くなる前。ね。これには生だ、仲間がいるぞと。エースは死んじゃったけれども仲間がいると。それでね、こうね、2年間修行をするというね。という感じですかね。はい。さあ行きましょう。はい、キャラポカ。あれかな？カイロをね、入れて持ち歩くんですよね。直で持つと熱かったりするときあるから。ね、まあまあ子供が持つにはこれかな。バイキンマン。さあ、文豪アルケミストのアクリルサンド。猫ちゃんの可愛いやつ。あ、うん、猫ちゃんですね。はい。これ何ですか？お、ご当地だ。ご当地妖怪ウォッチボールペン。パイナップル入ってますね。これ。ご当地ってこれ、これね、いっぱいあるんですね。いろんなの。遥かなる時の中でシャープペン。ミッキーマウス、北海道。ん？クリオネ、かわいいミニちゃんの。てんだね。ご当地って今いろいろあるんですね。はい。でもまあ最近ね、行ってないからわかんないけど。行けないからね。駄菓子屋、エグザイル。ライフでバーンみたいなね。これの感じ。手につけるやつ。居酒屋エグザイルさん。これはポスター。ミニポスターかな。ちょっと気になりますね。誰でしょうか。これがね、取れないんですよ。こういうポスター取れないんですよ。なーにー、あっちまったな、やっちまったな。ほら取れないんだよ、ほら全然。だこういうのは前はちょっとね、無視してたんですけど、これ残念もう取れないからみたいなね。でまあまあ今回はね、ちゃんと新年なんで、またねちょっとね、あ、答えだ。トゥーハート2、トゥーハート2のポスター。はい、だ無牛みたいなね、感じかな。はい。トゥーハート2のポスター。次何でしょう、これ。これ気になる。これ気になりますね。何でしょうか、これは。アクセサリー系もいいよね。これなんか、なんかあれじゃないこれ。オンラインショップ、株式会社サンリオ。あ、見せていいのかな、いいか。オンラインショップで買ったやつ。何でしょうか、これは。あれあれ、サンリオっていうからキティちゃんでも出てくるかなと思ったら、ドラえもん、バンクドラえもんです。全然似てないけども、バンクドラえもんだよ、バンクドラえもんだよのやつですね。ドラえもんラバーウォッチ。値段は書いていないけども、サンリオで確かに発売されている感じですね。これ使ってないんじゃない、電池切れてるかな、やっぱりね、切れちゃうかな。使っでないっぽいけどな。未使用っぽいですよ、これ。
仕様っぽいですね。ね、綺麗。おお、これ。まあ、多分ね、電池切れてるんですよね。どうでしょう、なんとも言えませんけど、2017年に買ってるから、保証書がね。でもいいですね。これはいい、いいものかもしれない。ドラえもんの時計。電池はね、自分で入れてください。感じかもしれないね。はい。ハッピーバースデー !from 高田久美。from 高田久美って書いてあるわ。オフィシャルファンクラブは書いてるわ。住所書いてないけど大丈夫かな、アテナシール探したかな、高田久美さんから送られてくるんだよ、お誕生日になると。高田久美さんっていうか、高田久美さんのファンクラブからね。おめでとう、おめでとうって来るんですね、多分ね。全然、モノマネができないですけども、はい。ね。ああ、こんな、あ、いいのかな、見せて。大丈夫、いいか。ね。あんまり実写と見せて。あ、ハンカチ、多分は、ハンカチとか今、ツルって出てきた。かわいいシールもついてきて。あらー、いいですね。ここね、あの、これね、見えづらいんですけど、いいのかな。高田クマさんがね、かわいいやつ。クマ。クマがね。ね、かわいい。はい、という感じでね。ファンクラブに入ると、こういうのをもらえるよっていうね、なんでドラえもんに引っ張られたのかっていう感じもありますけれどもね。クミさんのファンクラブからこう、もらえるっていうね、いいですね。さあ、これ何でしょうか。エアークローグっていうの？人形ですか？あー。なんかね、自分で作れってことですよね。粘土みたい、ふわふわ粘土みたいので、作ってくる。エアーク、あ、そういうことかな。クレイか。クレイ。エア、空気粘土みたいな。ね。はぁーって。なんかこの感じ、あれですよね。なんていうんだろう、100円ショップで売ってそうな。わかんないですけどね。あ、これは、なんだろう。ミッフィーちゃんの、なんか、お友達っぽいけど。どうでしょう、わかんないですね。書いてないから。なぁ、これ。ポケモンのサイコロ。裏とか表とか入ってる。何これ、ゲームで使うのかな、サイコロ。そしてこれ、ね。ジュースについてきてる。これもう何度も来てるな。シリコンプレス。24時間テレビのやつ、ね。チャリティーでね、これ買った人はね、チャリティーでお金が送られてる。あ、懐かしい、これ。持ってたわ、昔。センチメンタルグラフィティのこの UFO キャッチャー。ね、なんか当たるとピッピッ、ドドーンって落ちてくる。ハンカチか。懐かしい時代ですね。これ何でしょうか。これは、こんな袋、でっかい袋に入ってるけど、ガチャガチャ1個ですね。多分。悪魔の実のフィギュア。ああ、ねえ、ゴムゴムの実みたいな感じだったかな。はい。さあ、そう。あのワンピースといえばね、シャンクスはなんで、ゴムゴムの実を探してたのか、大事持ってたのかってね。まあまあ、いろいろ気になりますね。はい、1話にね、大体お話しでは1話に1回戻りますからね。なぜだみたいなね。これ何でしょうか、これは。何でしょう、わかりません。このキャラクター。何でしょう、わかりません。これ仲間ですね、多分ね。これ仲間ですよね、これね。うわーってなってる。これ仲間ですよね。全然わからん。はい。さあ、これ何でしょうか。お、メタルギアソリッド4、iPhone 3だ、のカバー、メタルギアね、かっこいいですね、かっこいいけども、 iPhone 3G ですか、なんですかこれ、ちょっと iPhone じゃないんでわかんないですね。さあ来ました、センス、真冬にセンスということでね。あ、境界の上の境界線上のホライゾン書いてある、書いてありましたね。でも開けてみますか、とりあえず。ねえ、どんなんか。開かないな。これ切っちゃうか。バーン。破ってやりました、紙を。でーん、かっこいいですか、これ。ああ、かわいい方ね。かわいい感じのね、センスでございます。よっ！っていうことでね、ちょっとね、落語家さんとかね、そういう方とかね、センス。俺はちょっとやり方がわかんないですけど。
あれこれさっきのやつだ。ほら、さっきのやつ絶対そうだわ。わかんないんだよ。ただ、何も書いてないんですもん、これ。あ、これはわかる。光の5。懐かしい光の5ですね。で、都市伝説ありますよね。韓国戦になったら急に終わったっていう。まあ、本当かどうか知らないですけども。さあ、そして、ワンピース。なんだっけ、これ。忘れちゃった。で、バギーだ、そう、バギーですね。東京バギー。で、七部会に入りましたからね、この人もね。撤廃されちゃったけど。どうなるんでしょうか。これは、リホ、リーダー、リーダーリホさんかな。ちょっと違ったらごめんなさい。ね、ね、ライト。これもいっぱいあるんだよな。コンサートグッズね、山ほどあるんですよね。やっぱね。あ、これはなんだろう、ワンピース。あ、ワンピースのやつ。ね、あ、これ、あ、懐かしい。ワンピース占いだ。そう。これね、こうやって箱に入ってるんですよ、こうやって。あ、こう箱に入ってて。あ、最悪だ。あ、そっちに落っこっちゃった。もうさ、もう無理だ。しばらくかかるんで、ちょっとこれはもう残念ですけど。ね、あとはルフィ。ルフィね。本当に残念ですけれども。あれ、時間かかるんです。こうね、ね、これが出た。ルフィが出たぞ。なんて書いてあるんだろう。ワンピース占いですから。ね。占いの感じですね。だあっちはもうちょっと縁がなかったっていうことですね。どっちかっつうとこっちだなっていう。俺の運勢はこっちだなっていうね。ルフィだったんでしょうね。さあ、恋も恋愛も、やる気も、急上。
違う、小学館スペシャルって書いてあるわ。1月号ね、アニメの映画みたいのがあったんですね。その時にね、感じかな。はい、あ、これロビンだな、ニコロロビン、ね、はい、わあ、これもういいか。あ、これ書いてあるわ、もうこれが入ってますね。ちょっと開けると大変なんだよ、ラブライブのね、この人が入ってますね。はい、タペストリーもいっぱいありますね。これなんだろう、これ武蔵って書いてある。武蔵、あ、教会場のホライゾン、ね、の、携帯ゲーム機ポーチ。何が入るんでしょうか、これは。これはあれかな、スイッチのでかいやつが入るのかな。ねえ、1890円もしますな、これ。ねえ、PSP じゃでかすぎる気がする。ああ、だ、そういう時代じゃないのかな。わかんないですね。これ何これ ?51、あ、これはあれです。イーチロー型のクッション。クッションでしょ、これ。ね。あ、しかも、正規品だ。これだ、ね、年代物じゃない？ね。承認書いた。オリックスの承認。イーチロー、これクッション。うん、クッションでしょうね。そしてまたクッション。で、これは何？何でしょう？アイドリッシュ7のクッション。クッションも多いんです。ちょっと見えないですけど、この奥に、ね、クッションが山積みです。いっぱいあります。同じのから違うのからいっぱいある。そしてこれなんだろう。これだ、ソニックじゃない。ソニックのやつ。ああ、ライバルみたいな、敵みたいな。あ、出た、またポスター。ポスター、20円のポスター来ました。20円ポスター。はい。なんだろう。開けづらいな。開けづらいしね、ちょっとね、手がかじかんでてね、冬なんで。いやー、もう、ね、前だったらね、ハイポスターって終わりにしてたんですけど、これもじゃあちょっと開けてみますか、せっかくだから。はい。おー、出たー、キラキラ、歌プリ、ポスター。ありがとう、どうもありがとう。さあ、来ました。これはタペストリー、ちっちゃいのが絡んでますね。ちっちゃいのはこれだ。誰ね、誰わかんないんですけど、書いてない。コミックマーケットって書いてあったから同人系なのかな。スクールデイツ、あ、違う、クロスデイズかな。クロスデイツ、オーバーフロー、クロスデイズ。はい、タペストリー、タペストリーもいっぱいあるんだね、これ。ちょっと大変だな。タペストリーが。開けんの大変なんだよね、これ。また元に片付けの大変なの、これ。開けんのはいいけど。はい。はい、あ、これさっきと同じかな。絵柄が違うような、違くないような、ちょっと。このスバですね、このスバ。2。はい。ありがとう。どうもありがとう。はい。これさ、スワローズって書いてあるぞ。これは野球じゃないかい？これは、野球、アニメグッズじゃなさそうだ。うわ、しかも2つ入ってるわ。2つ入ってますよ。あ、これ、あ、野球でもこっちか！スワローズとコラボのやつだ！ダイヤのエース。あ、これは、見ておいてよかった。本当に、古田さんとか出てくんのかなと思った。古くね？広沢さんとかさ、出てくんかなと。その時代のじゃないか。ってことはこっちもそうなんでしょうね。あ、絵柄違う。絵柄が違う。開けといてよかった。こういうこともあるんですね。はい。ダイヤの、あ、しかもなんだっけ、つば九郎でしたっけ、つば九郎ですか。ね。一緒に。ヤクルトコーラ。あ、いいか。わかんない。俺見たことないからわかんないけど、ヤクルトに入団したのかな、みんな。ね。わかんないですけど。さあ行きましょう。なんかね、ドカベンとかそういうのありますよね。それ、イビュー。イビュー。あ、はい。はい。入る。あ、クラブだ。あ、うわ。守る宮野さんのやつ。ね、ナイス。はい、これは誰ですか？セクシーゾーン。これ電池入ってないっぽい。軽いもん。電池が入ってて重さじゃない。A チャンネルフェイス。前回この間ありましたね。2個、1個か3個。ただね、
大体本当はバラバラしてない。今回は1、2って数字が書いてあるんですよ。だからその数字通りにね、ちょっと開けてみたんですけど。ファンキーモンキーベイビーズ。懐かしい、ファンキー、ファンモンのやつね。一つだけ。ね。はい。ちょっと思い出してます。なんでしょうか、ちょっとわかんないな。アーティストの方だな。お、なんだこれ、仮面ライダーフィギュア、キーホルダーになったやつかな。お、白ひげのおやっさんだ、バッチリ、ね、ボンちゃんですね、ボンちゃん、生きてるかな、ね、嵐、うわ、光らない、光るとか光らないの前にスイッチがなんかおかしい、硬いし、ね、嵐さん解散しちゃったのかな、はい、あ、活動休止かね。何でしょうね、あ、これはなんか多分はるかなる時の中でな、これイラスト的な、ほらカードみたいなイラスト、ね、あ、お手紙書いたりするやつかな、なんかね、メモ帳みたいなやつかな、はい、さあ、なんちゅうかこれ、ワッペンですね、何でしょうか、何のエンブレムワッペンって書いてあるな、何のだろう、ちょっとわかんないですけど、はい、これいきましょうか、はい、教会場の戦場のホライゾン一番くじのね、湯飲み、湯飲み、くじ引いて湯飲みが出るんですか、ねえ、マジか、びっくりしたね、このホライゾン、これ売った人一緒なのかな、ワッペン、あ、さっきのも一緒なんですかね、似てる感じがするな、どうでしょう、はい、ジュースのおまけ、はい、ロフィー、これカードケースかな、ロード・オブ・バミリオン、リミテッド・デッキケース、はい、ね、これ何ちゅう、猫ちゃんのクリップみたいな感じ。お、出た。ドクタグみたいな。なんちゅう。おー、わからんねー。ねー、シルエットだけ。シルエットだけできました。さあ、そしてこれなんでしょうか。なんでしょうか、これは。おもちゃかなんか入ってるのかな。ね、ケースなんとかパースって書いてある、なんか入ってるのかな、これ多分ケースですかね、なんとかボックスって書いてある、あー、なんかゲームとかで入れるやつのケースなのかな、なんも入ってねえわ、これをなんか集めてコレクションするやつのケースなのかな、ねえ、あ、グッドバーストって書いてあるわ、あ、グッドバーストってやつを集めるコレクションケースかな、ナムコバンダイゲームスって書いてあるしね、グッドバーストってやつを入れるケースだね、あ、仮面ライダーのやつかな、なんかそんなようなあった気がするな、コインみたいなやつ、あ、それをいっぱい入れる収納ケースみたいな感じですかね、中身がねえんだよ、とりあえず。でもね、ええー。まあいいか。じゃあこれ、最後でございます。はい、空っぽになりました。ダーコメ終了でございます。そしてこれが、最後ですよ、でーん、ドラゴンボールドラゴンボールのフィギュアもいっぱいあるよね。これは何ですか、クリップホルダー。俺らに元気を分けてくれって言ってる時っぽいなぁ。元気玉っぽいけれども。見てください。ドラゴンボールもこうなっちゃいますね。1円。はい、1円だよ。もう、フィギュアが出すぎなんだよ。ドラゴンボールいっぱいフィギュアあるから。あ、わかりました。ここね。これね、磁石がついてて、マグネットみたいなクリップがこうやってくっつくんじゃないかな。ね。ね。ドラゴンボールフィギュアがいっぱいあるからね、ちょっと時代かな、時代かもしれない、2009年の
フィギュアなんで、顔がね、ちょっとわかりますか？顔があんまり、え？悟空ですかこれは？みたいなね。顔があんまりって感じの。ね、怖、顔怖、誰？誰？っていう、ちょっと映ってますかね。わかんないけども。はい。まあ、だから一円なのかな。わかんないですけど。はい。というわけで、二箱目、以上でございます。あーもう俺。ねえ、ぶっちゃ、片すのがめんどくせえんだよなぁ。これ、開けちゃったし。はい。以上です。あ、どうも。あ、どうも。ダダーイェーイさあ。せおさん、この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。可能なチャンネル